松本と同様の化学反応が起きれば、中井正宏4本目のトーク番組 MC 就任で超激無の少年場。リンカーン TBSK の後継バラエティとして、かまいたち、モグライダー、見取り図、ニューヨークと春の芸人を集め、なり物入りで始まったジョンソンが9月30日をもって打ち切りになる。すっかり健康に、 すごい。健康的に日焼けした肌を露出して歩く中井正宏変わって10月からスタートするのは、中井正宏52、東野幸治57、広美59の3人が、旬のゲストをロケやトークで深掘りし、新たな顔を引き出す、というコンセプトのバラエティー、ザ・ MC3 だ。平日21時台に4本目、 中井にとって21時代のトークバラエティはこれで4本目になります。長寿番組のザ・世界行天ニュース日本テレビ系が火曜日中井正宏の金曜日のスマイルたちへ TBS 系が金曜日誰かと中井フジテレビ系が日曜日そしてザ・ MC3 が月曜日です。彼の MC のスタイルは 事前にゲストについてみっちり調べ上げて、台本が真っ黒になるほど書き込むことで知られています。慎重派かつ勉強家であることは昔も今も変わらないのですが、最近はその勉強が追いついていない感じが否めません。このタイミングでもう一番組増えても大丈夫なのか少し心配です。バラエティ番組担当ディレクター、例えば、 9月22日放送の誰かと仲井ではこんなシーンが見られた。ゲストで内田紀48が登場。同じくゲストでキスマイフット2の藤ヶ谷大輔37がドラマで共演した内田と食事したエピソードを披露した。中井が二人きりでと驚き、藤ヶ谷はマネージャーさんと パートナーの方ですねと説明。内田と MC の室津義48がフォローを入れると中井はええそうなのう。と驚いていた松本人志の抜けた穴内田さんのマネージャーでパートナーといえば元俳優の柏原隆さん47です。了解では公然の事実で調べればすぐにわかることです。 中井さんは本気で驚いていたようなので、本当に知らなかったのでしょう。全出ディレクター。勉強家の中井とは思えない反応に、SNS でも当然、知っているものだと思っていた多忙すぎてインプットが追いついていないのでは。といったコメントが見受けられた。さらに、バラエティ番組関係者から最も上がっているのが、 やはりダウンタウンの松本人志さん、61、が抜けた穴が大きい、という声だ。もし、その場に松本さんがいれば知らんかったんかい。などと適切なツッコミを入れ、中井さんをフォローしつつ内田さんにも深掘りをして、さらに場を盛り上げたでしょうね。ザ・ MC3 で共演する二人も、MC としてはもちろん素晴らしい方たちです。 芸能ネタに誰よりも詳しくアップデートできている東野さんに、地元の八王子出身のタレントたちが集まる、八王子会を主催したり、仕事が午後からなら午前中はゴルフに行ったりするアクティブなひろみさん。愛妻家として知られ情報量が多く、仕切りも申し分ない。中井さんを二人が支えていく様子は浮かぶし、安定感も期待されます。 ただ、いわゆる、松本中井で松本さんが中井さんのトークを活かしていたような、科学反応は難しい気がします。テレビシライター。だからといって、三人のコンビネーションが良くないというわけではない。成功する可能性も十分にあるという、本番前の楽屋での中井さんは、誰も挨拶に行けないほど集中して台本と向き合っていることもあり、 中井さんにアドバイスできる人は少ないのです。松本さんは中井さんと数十年に及ぶ友人のような間柄でした。松本さんはプライベートや恋愛に関しても何でも中井さんと話ができたそうです。そういう関係性があったからこそ、松本中井の中井さんはリラックスできていて、その緩さも視聴者には好評でした。 東野さんのズーズーしさや、ヒロミさんの兄貴体質が中井さんとどんな化学反応を生み出すのか。番組の成否はそこにかかっています。放送作家。中井の所属事務所に問い合わせると、中井の個人事務所、のんびり中井に財務 c 3について、このように期待する声と心配する声の両方がある中、 中井本人の意気込みをぜひ聞ければと問い合わせたが、期限までに返答はなかった。ただ行天ニュース、や、金スまでの中井のスタイルは確立されているし誰かと中井もようやく軌道に乗ってきた。そこに新たに加わった、ザ・ MC3、タイトルからもビートたけし、77、タモリ、79、アカシア・サンマ、69の、 ビッグさんにあやかった感じもする。この番組がビッグな番組になれるかどうか中井は正念場を迎える。